私カフェインだっけ、カフェインめっちゃ結構濃いくない？これねあれなんだよ、あの野菜生活とかじゃなくてカゴメの低カゴメのあれなんだよ、カゴメのガチガチガチ野菜ジュースなの、パパが飲むようなやつよ。だからな、何探したんだっけ私、あ間違えた、ちょっと検索してみない見せよう、ちょっと暑い、めっちゃいけない日、例えばショールーム今日あと何時間やらないといけないよとかいう日、例えばショーイベントの時とかね、そういう時はお茶とか飲むけど、あとは夜飲む時はねあれかな、なんか書き物してる時とか今日中に曲を作らなきゃって時とかはお茶飲むけど、お茶好きだからお茶飲みたいんだよ、ずっとお茶飲みたいんだけど、寝る前に飲むとねちゃんと目がパキってなっちゃうタイプです。なんていうのあれ、カフェイン効いちゃうタイプ、カフェインめっちゃ効いちゃうタイプなんですよ。そうあのだからレッドブルとか飲んだら一発でもう寝ないです、4時ぐらいまで起きてられちゃうぐらいめっちゃ効いてしまうんですよ。だからそう布団ごめんねぐちゃぐちゃでバッと起きてバッて行ったの今日布団畳まないで行っちゃいました、鹿島です、すいませんでした。なんかあるかな、野菜ジュースカゴメだったな、カゴメなんかパパのために買ってるんだけど私が一番飲んでる、なんかめっちゃザラザラしてるんですよこの野菜ジュース、めっちゃザラザラしてるし、そうそうザラザラしてるし、あそう昔紫だったのよね、昔はあの一番有名な野菜ジュースわかる、あのなんだっけオレンジのやつとかが有名な、あ野菜生活か、野菜生活の紫を一時期すごい飲んでたんだけど、なんかママが本気を出してこれだこのカゴメ野菜ジュース、あえ誰かチケット買ってくれてるんだけど待って、コブシインパクトさんだ、ありがとう、嘘でしょめっちゃ嬉しい、まさかまさか売れるとは、ありがとう Thank you、 コブシインパクトさんのこのメロンパンがめっちゃかわいいね歯磨いてない、まだ野菜ジュース飲みたかったからまだ磨いてないです、すごい、野菜ジュースはミキサーで野菜を砕いたかな、砕いたのがいいって言ってた、あ生野菜かなんかばあちゃんがさ持ってたのよ、そのなんだっけな、ガチガチのミキサーみたいなのを持ってて、そうそうそう、それをねそれがねどっか行っちゃったんだよね、ばあちゃんどこにあったんだろう、あれあったらよかったのにってすごい思っていた、これこれこれあれ塩分じゃなくて塩分これだ、あーデルモンテの方か、たまにこっちなんだけど、カゴメカゴメ、あたまにたまにこのデルモンテ、あれ違う、ちょっとなんでこれたまにこれこれだ、トマトミックスジュースみたいな、これこれをパパに飲ませるぞって言って私がめっちゃ飲んでるやつです、これ
じゃなくてね、カゴメなんだよ。これか、これか、これだ、これこれこれを飲んでます。はい美味しいんですよ、これめっちゃ美味しいのよ。あ、トマトミックスジュースって書いてある。トマトがあれなのか、あれ誰か買ったでしょ。え、 S チケットなんだけど、ボルちゃんだ、マジ。ありがとう、楽しみでしょ。ありがとうございます。本当にありがとうございます、ボルちゃん。やっぱ野菜ジュース飲んで元気に会いましょうね。ありがとう、嬉しい。貨物航空便プログラムドライブ、バキュンバキュンバキュン、いいね。パパ野菜嫌いと見た。パパね、生野菜を返し向きは一人に一人これくらいのお皿にいっぱいの生野菜が出るんですよ。ここにはレタスかキャベツと、もやしとか玉ねぎのスライスしたやつとかがこうバーって入ってるんだけど、パパはねやっぱねドレッシングをやっぱコロコロ変えたりとかして頑張って食べてます。なんかそこまで野菜が好きっていう感じでは確かになさそうだなと思う。ただ私とか姉ちゃんが、姉ちゃん最近はあれだけど、私多分前世青虫だったんだろうなっていうぐらい野菜が好きなんですね、生野菜が。そうそう、謎にバシ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 、うん、サラダが余ってたらおやつに食べたりとかするぐらいサラダがすごく好きで、そう、特に大根乗ってたらもう万歳案件です。あゆうくん、あ、ケイト、ありがとう。キャタピラーアイアだって。山盛りサラダ食べて野菜ジュースは健康。本当だよ、でも野菜ジュースすごい、なんか私のためじゃないんですよこの野菜ジュースは。パパのための野菜ジュース、しかもちゃんとしっかりとした値段するわけじゃないですか。だからパパが一生懸命飲まなきゃいけないんだけど、私がガブ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 飲むから少なくなっちゃう。でもね、美味しいんだよね。そう、美味しいからやめられないのよ私は。そう、ごめんねっていうところだよね。どうしてもやめられなくて、うん、でも最近飲んでなかったんですよ全然、うん、そうそうそう、最近全然飲んでなかったから私も飽きたのかなって思ってたんだけど、見つけたらまたバーって飲み始めちゃった。寝る前にこうやって飲むのが好きなんで、本当は朝飲んだ方がいいみたいだけどね、てなんか糖をあげる、糖分をあげるみたいな。でも私あんまり朝に飲み物を飲まないんですよ、そこまで。緑茶を昔飲む習慣が、ママがいつも入れてくれて習慣があったんだけど、最近はこうね個人プレーになってきたので、会社負けそれぞれ家出る時間も違うし、そうだから自分でお茶をね入れるのも結構時間がなくて飲まない。なんかお茶を入れなかった場合何にも飲まないことがすごく多かったりするので良くないななんて思っています。でもお水、水道水飲むことがってすごい多いので、うん、姉島はなんかすごい好き嫌いとかないし、なくはないけど、あのなくはないけど、なんだろうな、何でも食べるイメージはあるんですけど、サラダもねすごい好きなイメージはあるんだけど、最近ね食べてない時が、ね、あるの。姉ちゃんも夜遅く帰ってきたりとかする時があるから、そういう時にサラダがね冷蔵庫に残ってたりとかするから私が食べるだって見つけたのは私と思って食べちゃって、うん、水飲んだ方がいいんだよね、やめなくていいんじゃない。確かにそうなんだよ。でもあんま高いの、野菜ジュース高いから、ね、需要がある方が飲むべきだなと思ったりするんだけど、そうそうそうなんだよ。お水は1日2リットルね、言うよね。でも最近は飲むようにしてる、うん、水分。でもね2リットルの水は厳しいな、なんか
炭酸水はすっごい飲むんだけどね。うん、私あの緑茶はすごい飲むんだけど、ウーロン茶とか麦茶とかお家にあるんだけど、あのお湯で落としてるやつね、あれはね飲まないのよ全然。水道水ばっか飲んでる。水道水、パパがお酒で割る炭酸水の余りをガブ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 飲んで、外でじゃあお水買うなら何って言われたら絶対ウィルキンソン炭酸買っちゃうし、うん、水っていうものであんま飲まないんだよね。なぜ？分からん。なんか水の方が美味しくなっちゃってんだよね私の時に。うん、お水の方が美味しいになっちゃってるの。そのウーロン茶も美味しいのに。あとウーロン茶重いんだと思う。何リットルなのっていうようなボトルにお茶っ葉入れてお湯でこうグツグツしてやるやつだから、持つのが重いのかなって思ってきた。でも本当はそれで飲むヨーグルトに変えなきゃいけなくて、私こうやっぱすごいカルシウム不足の人間だから、乳製品が苦手だから飲むヨーグルトをもういっぱい飲まなきゃいけないんだけど、全然今もうなくなっちゃった、鹿島家に野菜あの飲むヨーグルト、飲むヨーグルト続かなかったね。飲むヨーグルト1年続いてないんじゃないね。なんか一時期こう飲むヨーグルト飲んでますって言ってたの、多分1年経ってないよね。半年ぐらい1年ぐらい続かなかったな。続かなかった。野菜ジュースだけなぜかずっと飲み続けてますけどね。煮干し食べましょう。煮干し何かと久しぶり。本当久しぶりだったま、だったま。うん、意外と飲み物案件は困ってます。うん、あんまり飲むタイプじゃないんだろうな。うん、久しぶりな感じだって。香水飲みますって、ね、一回ジムの先生からいただいて飲んだんだけど、あんまり得意じゃなかったな。もう軟水が好きなんだなって思った。朝出してもらったら飲むヨーグルトだって。あ、朝が本当に飲み物飲まないのよ。そこがねちょっとね、もう変えていきたいところ。朝緑茶以外あんまり受け付けないかも。そこが問題なんで、味噌汁とかもすっごい飲みたいんだけど、確かにあんまり甘いものとか飲めないな。飲みたいのに。小松菜チンゲン菜、あ、めっちゃ食べるわそれは。あ、ネイル変えた、嬉しい、分かってくれたの。いい最近、あ、パッと爪引っ掛けちゃった、見てほら痛い痛いよ、痛い、うん、癖あるもんね。だってまあね、そうね、小松菜チンゲン菜、あのさ、おひたしっていうかこう茹でてさ、マヨネーズで食べる、めんつゆで食べる方もいるかのいうのを あるじゃないですか。あれをたまたまこママが作ってくれて、私の目の前にそのお皿があったのよ。で、うわー今日いっぱいあると思って全部にマヨネーズかけて全部いったのよ。美味しかったと思ったら、あれみんなの分なんだけどって言われて、土下座、本当にすいませんでした。あったな、あれめっちゃ美味しくて私止まんないのよ。小松菜の ゆで小松菜、あれめっちゃ美味しいよね、私すっごい好きで。あれだったら毎日食べれるな。でも毎日茹でるの大変だよね。でもさ、私スーパーでアルバイトしてた時代さ、めっちゃ小松菜もらってマジで小松菜ばっかり食べてたわ。あれすっごい好きだったけど、最近はそりゃそうだけどもらえてないので、うん、傷見せなくていいだって。傷見せないんだ、食べ終わるまで言うのマジなんかなってあのね、鹿島家はあの二世代住宅なんだけど、夜ご飯は下で食べるのよ。あのじいちゃんと一緒に食べたくてね。で、
じいちゃんは結構もう食べる時間っていうのが決まってるから、ママとかパパとかが遅れてくることがねしょっちゅうあるの。それで私はじいちゃんと合わせて7時に食べるって決めてるから、食べ始めるんだけど、みんながこう、私すごい食べるの早いのね。そう、食べるのアップガニキの中でも多分ワンツーぐらいで早いんだけど、あのすっごい食べるの早いから、ママが降りてくるあたりでご飯食べ終わってたりするのね。するとやっちゃうんだよね、小松菜事件。食べ終わって、あ、小松菜全部食べちゃったみたいな。小松菜とかほうれん草って家でるの割と簡単。あ、そうなの、自分でもできるか。そうね、小松菜育てたいな。うまってなっちゃうんだよね、うまいうまいって。早いのあんまよくない。そうなの、早食いはねよくないのよ。すごくよく噛んでゆっくり食べた方がいいのね、分かってるんだけど、もうすっごい早いのよご飯食べるのが。うーん、そこはねちょっとね直していかなきゃって思ってるんだけどね、全然ダメ。あ、そうなんです。あー、すいません。ということでちょっと今日も変な話をしてしまったんですけど、1位はなあさんです。ありがとうございます。なあさん、いい夢見なさい、いい夢見なさいねいつもありがとう。なんとなく小食のイメージ、なんか私すごい波がある人間で、すっごい食べれる日と全然食べれない日があって、すごい気まぐれなんですよ、お腹も。今日は食べれないな、あ、今日は食べれるなみたいな、すごい振り幅がすごいの。それがなんか多少の差とかじゃなくて、ご飯2杯行く時もあるし、ご飯半分しか食べれない時もあるくらいの差があるので、めっちゃ差があります。特に外食とかはすっごい苦手なのだからなのか分かんないんだけど、食べれなくなっちゃう時全然あります、全然食べれない。餃子全然食べれない。え、そう、全然食べれない。そう、餃子とかね、私おかずはそんなに食べれないのよ、もともと。なんか大戸屋のお弁当とか頼んでいただいた時とかはもうおかずが余っちゃうくらい、先にご飯がなくなっちゃうんだよね。もったいないと思って、あとあとおかずを頑張って食べたりする。油でお腹壊すタイプではないんだけど、やっぱ油っぽいものはねいっぱい食べれない。いっぱい食べれるのはね、魚、味噌汁、白ご飯の和食割といっぱい食べれるかな。お米もりもり食べちゃう。お米はすごい食べる方だと思うんですけどね。じいちゃんとスシロー行って、じいちゃんとスシローに行きたい。この間家族でスシロー行ったの、最近行ったな、またスシロー行ったな。ツイートしたか、家族で寿司って言ってたやつだ、思い出した。あ、でもそう、量一番食べれるのはパンだよ。パンはね一番食べれる、量的にはね、食パン私4枚食べてた時期あったもん。すごい食べるよね、びっくりした自分でも。いけるなと思いながら、4枚って半斤で、半斤すごい食べるね。お仕事の時お弁当多いだろうけど家事は平気。あ、家事ね、なんか外でご飯をみんな食べに行くよりお弁当をいただいた方がすごいありがたいな。私お弁当やっぱすごい好きかも。お弁当苦手な方とかもいると思うんだけど、私はでも全然好き。好みのパンはクロワッサン、よく知ってるね。そう、私クロワッサンが一番好きかな。あとクリームパンとか、前回3枚がね多分普通かな。普通でもやっぱ大人になって今2枚で十分かなって思ってきちゃったけどね。朝だよ、中学校とか小学校の時の、あ、小学校嘘かな、中学の時の朝は3枚が普通でした。で多い時4枚食べてました。スシロー行く時はあの T シャツダメなんだよ。
そうなんだよ。うちのじいちゃんとパパもね、そう、私の T シャツあげたんですよ。カジスティック T シャツをしたね。それをスシローに着ていき始めててやめてほしい。3枚、いや、なんかパンだけめっちゃ食べんのよ。インフルエンザのワクチン打ったんですけど、めっちゃ気持ち悪い色。びっくりした。はい、ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。見て、あざだよ。ほら、みんな。カジーの黄色いあざだよ、見て。ほら。痛いよ、ちょっと。ちょっと痛いんだからね。すごくない？見て。カレーついたみたいな。はい、ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。インフルエンザのワクチンです。インフルエンザのワクチンね。そうそう、インフルエンザの方ね。それでは寝ましょう。皆さん、夜遅くまでありがとうございました。また明日お会いしましょう。明日はライブです。では、着せーの、以上です。バイバーイ。家事すぐね、注射痛いの、ずっとこんななっちゃう。なっちゃうとか、うちワクチンとかちょっとしばらく腕痛いんです。あげられないとかじゃなくて、ジーンってこうなっちゃう。バイバーイ。